お祈りいたしましょう。永遠に変わることのない愛と恵みと慈しみに満ちあたもう天の父なる神様、この梅雨の合間のよく晴れ渡った誠実の朝、こうして私たち一人一人をあなたはあなたの愛の御手をもって導いてくださり、心身ともに強めてこのところに集めてくださったことを心から感謝いたします。二人三人が私の名によって集まるところに私もいると言われた主イエス・キリストご自身が今日もここに聖霊によって臨在していてくださることを心から感謝いたします。今朝もあなたが私たちに近づき、そして声をかけ、また私たちの求めに耳を傾けてくださり、私たちのことをいつも取りなしていてくださること、尊い血を流して永遠に変わることのない贖いを成し遂げてくださった主が、今日もどんなに私たち一人一人のことを深く愛し、また配慮し、そして将来もご愛を持って導こうとしてくださっていることか、そのことを覚えて心から感謝をいたします。昨日は沖縄の戦いが終わって73年という記念すべき日を送りましたけれども、多くの犠牲が払われ、悲しみがあの全土に、そしてこの日本に広がっておりますけれども、しかし神様、その戦争に対して私たちは決してもはや愚かな戦いを決してすることはないという誓いを立てております。どうぞこの民をあなたが憐れみ、そして導き、どうぞ愚かな道を再び歩むことがないように英知を与え、この難しい状況の中でも正しい選択を行っていくことができるように、指導者をはじめ国民の全てを導いてくださいますように。また先週は大阪地方にあって大きな地震がありました。私たち驚きました。次々とあちこちで地震がある知らせを聞くたびに本当に驚き、また恐れを覚えるものでありますけれども、そのような時もう一度詩編の46編にあるごとく、あなたに目を向け、あなたこそ私たちの砦であり、あなたがいつも共にいてくださるという、そしてどんなに天変地異が起ころうとも生ける主が共にいてくださるなら何をか恐れんやという信仰にしっかりと正しめてください。被災された方々、被害に遭われた方々、そのご家族、どうぞ帰りにてくださいますように。また私たちも備えを十分していくことができるように導いてください。今朝もあなたの御言葉に心と思いを向けます。どうかあなたが今日も命の水を豊かに与え、なくてはならない心の糧を聖書の御言葉からお与えくださいますようにお願いをいたします。一人一人が必要とする力と、また慈しみと恵みをお示しくださり、
信仰を持って受け止めることができますように、聖霊がお働きください。すべてを御手に委ね、信じ感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ずっと何十年か前のことでありますけれども、高松にあります妻の実家で、家庭集会をしていた時期がございますが、先ほど読んでくださいましたヨハネの福音書の11章の特に25節と26節をその家庭集会で学んだ時のことであります。妻の母親がこの箇所をお父さん、父親に見せてですね、お父さんここにこんなこと書いてあるよと、大きな声で言っておりました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。お父さんこれ信じられるとですね、驚きを持って、会話をしているのを聞きました。妻の父親はその質問にどう答えたらいいのか即座にですね、聞かれたもんですから、そりゃ聖書がそう言ってるんだから、そらそうじゃろう、うにゃうにゃと何か言葉をこう濁しながらですね、娘婿が牧師であるという立場と、そして、それを否定することはできないけども、信じているとも言えないというその間に立ってですね、何と反応していいのか、困った様子であったことが印象的であります。今日はこの聖書の箇所を中心に神様の御言葉をご一緒に学びたいというふうに願っております。イエス・キリストがラザロという人を死からよみがえらせたという奇跡が記されている記事であります。現在もエルサレムから東の方約3キロ行ったところにベタニアという場所がございます。そしてこのラザロが葬られていたであろうという墓穴がございます。そしてラザロと2人の姉妹マリアとマルタ、その方たちが暮らしていたであろうという石造りの家が今も残っているのでありますが、それが確かにそうなのかということは誰にも証明することはできませんけれども、一体このヨハネ11章全体を通してこの福音書を私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。イエス・キリストを信じたらラザロのように死からもよみがえるということを言っているのでしょうか。もしそうだとしたら、多くの信仰者が死んでいた、なぜそうだったのかということに答えることができなくなります。それではイエス・キリストを信じたら私たちの肉体は朽ち果ててもキリストの再臨の時には死からよみがえる時が来る、そのことをここで言わんとしているのでしょうか。確かに聖書はそう教えていますし、私たちもそのように信じております。しかしヨハネの福音書11章が伝えようとしていることは別のことのようであります。お気づきかと思いますが、ヨハネ福音書では奇跡のことを印という言葉で表現しております。サインという言葉を使っているのですが、
そのことが重要なことであります。このラザロの復活の出来事は何かの印であります。何かを証しするために記されたものです。それではラザロの復活は何を証ししているのでしょうか。まず第一に、私たちは誰でもイエス・キリストを信じる信仰によって新しい命によみがえることができるという事実であります。ラザロの死というものが証ししていることは、私たちは神様から離れて神様とは無縁の状態にあっては、肉体的にたとえ生きてはいても霊的には死んだものと同じだということを表現しています。このことはキリストを信じていないときにはわからないことでありますが、キリストを信じて新しい命を本当にいただくときに、自分はそれまで神様から遠く離れ、生きてはいても実は死んだものであったということに気づかされるのであります。それはちょうど光の中に出て初めて光の当たっていない場所がどんなところであるのかが分かるのと同じようなことであります。神様の恵みに触れて、その慈しみと憐れみが分かるようになると、自分の魂に新しい命が注がれることを知るようになります。それはまるでしおれて枯れそうになっている草花が水をたっぷり与えると生気を取り戻し、生き生きとするようになるのと似ていると思われます。神様の愛に触れると、神様の無条件の愛に触れますと、新しい命、活力、生きる力が湧き上がってまいります。ラザロの復活が証ししていることは、誰でもキリストを信じることによって神の愛に触れることができ、神の恵みの力によって新しい命をいただくことができるということであります。さらにこのラザロの復活が証ししていることは、完全な死からの復活ということであります。この11章の中にはラザロが死んですでに4日も経っていたということが39節に記されています。4日も経っていたということは完全に死んだ状態であったということが強調されています。死んでまだ1日か2日くらいであれば、ひょっとして仮死状態であったのかもしれない、それが息を吹き返したということに考えられなくもないわけですけれども、しかし4日も経っていればそれは完全に死んでいたと考えられます。このことが証ししていることは、私たちの魂が神様の愛から離れていれば、たとえ魂が完全に死んだ状態にあったとしても復活しうるという事実を証ししております。つまり神様から新しい命をいただいて、生きることができないほどに絶望的な人はこの世に誰もいないということであります。誰でも復活して新しい人生を生きることができるということを証ししてくれております。さらにラザロの復活が証ししているもう一つ重要なことがあります。それはラザロが
自分で死から復活することはできなかったということであります。イエス・キリストによって復活できたということであります。イエス・キリストが墓穴に向かって、ラザロよ出てきなさいと言われたときに、ラザロは死から解き放たれよみがえりました。このことが証ししていることは、私たちの魂は自分で自分の力で新しい命を吹き込むことはできないということ。キリストの力によって初めて魂がよみがえり、神の愛の中に生きることができるようになるということであります。しおれた草花が自分で自分を生き返らせることができないのと同じように、私たちもキリストを信じて神の力によって生き返るときに、それ以外に復活する道はないということであります。キリストの一声を持って、キリストに一度でも触れていただくことによって、人は新しく生まれ変わり、魂がよみがえり、神様の愛と恵みの中に生きることができるようになります。ヨハネ福音書ではこのことを永遠の命と呼んでいます。神様の愛から決して引き離されることのない命のことであります。たとえこの肉体が衰えていっても、たとえ認知症になって自分の名前さえわからなくなっても、たとえこの肉体が衰えて朽ち果てても、神様の愛から決して引き離されることのない命であります。イギリスの文学者で G.K. チェスタートンという方がいらっしゃいました。この人が改心したものという詩を書いております。私なりの訳で読んでみたいと思いますが、キリストの前に頭を垂れたその瞬間から世界が変わってしまった。かつて輝いて見えた道に出てそこを歩いてみた。人々の話し声が聞こえた。彼らはガヤガヤと早口でしゃべり、考えをふるいにかけていた。そして金をふるい落とし砂を集めていた。私にとってはそれらすべてが灰ほどの値打ちもない。なぜなら私の名はラザロであり、私は生きているから。この G.K. チェスタトンの詩は、キリストの前に頭を垂れてキリストを信じ、神様の無条件の愛の中に生かされるようになった時、それまで価値があると思って大事にしていたことが色褪せてしまい、価値観がひっくり返ってしまったということを表現しております。私の名はラザロ、私は生きている。この最後の言葉が印象的であります。イエス・キリストを信じる者は誰でもある意味でラザロであります。神様の永遠に変わることのない無条件の愛と恵みの中に生かされているものとなったのであります。そうなると、死んでいたものがよみがえったとしか言いようのない、人生の価値観のすべてが根底からひっくり返るのであります。ジョージ・ベバリー・シェイという福音歌手がいました。
ビリー・グラハム先生と一緒に長い間伝道された方で、野外の大集会でよく歌っていた方でありますが、この方もまた私の名はラザロ、私は生きているということを生涯歌を通して証しした人であります。彼の作曲した歌の一つが、キリストには変えられませんという題の歌であります。 I'd rather have Jesus という題であります。巨万の富よりも、いかなる名声よりも、この世が与えるいかなるものよりも、主イエスをこの身に宿したいという賛美歌であります。イエス・キリストによって一声かけられると、人はその価値観が根底から翻らされます。そして、私の名もラザロ、私は生きていると証しをするものとなります。インドでは聖者と呼ばれている人にサンダーシングという人がおられました。彼もまたイエス・キリストによってその人生が全く変えられた人であります。このサンダーシングが最晩年、インドからチベットの方に伝道に出かけた時に、一冊の本を大切に読んでいたそうです。その本というのは、一人の日本人の信仰の証を記した本でありました。その日本人というのは石井藤吉という人であります。明治から大正にかけて生きた人であります。石井藤吉という人は複数の人を殺めた殺人犯でありました。死刑が確定した死刑囚でありました。そんな彼のところに、獄中にいる間に二人の婦人宣教師、ウエストという人とマクドナルドという二人の婦人宣教師が彼を訪ねていき、獄中の彼に伝道したのでありました。その時彼は信じる気持ちはさらさら持っていませんでしたけれども、この婦人たちからもらい受けた聖書を後で読んでみたのであります。その聖書を自分で読んでいく中で、彼はキリストと出会ったのであります。その後の彼はわずか2年という短い期間ではありましたが、その信仰が進み、その顔は輝き、人々に感動を起こすほどになっていったのであります。石井藤吉の手記が今も残っています。現代文に訳しながら本人の言葉で少し読んでみたいと思います。ルカ福音書を読んでいき、いよいよ最後のところまで読みました。23章の34節を見ますと、イエスは言われた、父よ、彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのか知らないのですと書かれていました。私はこの一節のまことにわずかなお言葉に、私の心は五寸釘を打たれるよりも強く染み込みました。そもそもこの一言にて、私はイエス・キリストの心の中の愛と申しましょうか、お慈悲と申しましょうか、まことに何とも言うことのできないほどありがたく信じることができました。まさにこの一言にて
私は聖書の中の全部を信じることができました。どうしてイエス・キリストを神の御子と信じることができたかと申しますと、その理由は普通の人間なら少々のことでも自分の心に違うと即座に腹を立てるか、または妬むか恨むとか種々様々にあります。それに引き換えイエス・キリストは自分の大切なかけがえのない命を敵に取られるときに、その敵の罪を許すように神に向かって祈りをされた。このことが普通の人間でできることでしょうか。到底人間ではできないことと私は固く信じるのであります。そこで人間ではできないことをなされば、神というより他に言いようがないと思います。そこでキリストを信じるようになりましてから、私の身の上にどのような恵みがあったかと申しますと、第一、人間の一番大切な魂の滅びない永遠の救いを受けたということです。聖書のヨハネ福音書5章24節に、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです、と書かれています。またヨハネの福音書6章37節にイエス・キリストはこう言っています、私のところに来る者を私は決して捨てません。このような温かいお言葉を信じれば、見捨てられることもなく、また永遠に魂をお救いくださることは確かと私は信じております。かつて私が悪い心で社会で西へ行ったり東へ来たりして、何を見たり何を聞いたりいたしておりました時よりも、今日では館内にて少々の運動にて心の底より満足することができます。また社会にてどのようなおいしいものを食べるよりも、国内にてまずい食べ物でもありがたく満足することができます。またいかに心に苦痛がありましても打ち勝つことができます。またこの身にいかなる困難がありましても、かえって喜びがあります。したがって日々の喜びは多いのであります。これらもすべてイエス・キリストの恵みであります。イエス・キリストの力は人間では測ることができないということを少し申し上げます。私は19歳より今日に至るまで20数年間、法律は私を監獄へと入れて苦しめてもみたり、また喜ばせてもみたり、種々さまざまにして私の心を何とか改心させようとしてくださいましたが、少しも心が改まらず、かえってますます悪い心になりました。このように本当に始末にならない悪い心の私を、イエス・キリストの一言にて心の底より前に犯した犯罪を悔い改めるようにしてくださいました。こんな力は到底人間普通の人では持つことはできないと私は思います。私をイエス・キリストに導いてくださった二人の方のお骨折りに対する感謝の言葉を
私は言葉や筆で書き表すことは到底100分の1もできないのであります。石井藤吉はこのような手記を残されました。そして最後のところで辞世の句を読んでいます。名を汚しこの身は獄に果てるとも、心は清め今日は都へ。そのように歌って喜びのうちに刑に着いたと言われております。イエス・キリストが彼の心にラザロよ出てきなさいと呼び出し、魂の墓から復活させたのであります。彼の名もまたラザロであります。永遠の命に生かされる人と変えられたのであります。誰でもキリストの御声を一言でも聞くなら、そしてその御手に一度でも触れるなら、魂は墓から呼び出され、永遠の命、神の愛の中に生かされるようになります。死んでいた魂が息を吹き返すのであります。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。キリストは今朝私たちに問うておられます。このことを信じますか。お祈りいたしましょう。天の父よ、あなたが御子イエス・キリストによって与えてくださる救いはあまりにも不思議、あまりにも素晴らしくて人間の言葉では表現できません。ただこのラザロと共に、私の名もラザロです。主よ、あなたによって墓からよみがえらせていただきましたと、そういうほかありません。どうか主イエス・キリストの復活の命が私たちの魂の中でますます大きく豊かに成長することができますように、私たちの信仰を導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美しましょう。新聖歌の266番、罪とが許され。